フジテレビアナウンサーの竹俣紅です。今日は私の旅のテーマは久しぶりの旅、江ノ島一人散歩です。私は小さい頃からずっと将棋ばかりやってきて、将棋と学業に追われて全然旅に行けていなくて、やっと行けるかなと思って、就活が終わってやっと行けるかなと思ったら、あのコロナが来てしまったので、外取材ではね、普段報道の取材では外に行くことは多いんですけど、なかなか楽しめるような内容ではないので、今日は江ノ島を満喫したいと思います。あ、見てください、江ノ島弁財天仲見世通り、参道の商店街にやってきました。何これ、カワハギお目目がついてる。なんだこれ、美味しそう。イカくん、貝ひも、かわいい。猫ちゃんの箸置きかな。なんか旅館とお店と食べ物屋さんといろいろあるんですね。タコせんべい、すごい行列ができてる。ちょっと列に並んで食べてみようかなと。いや、やっぱり丸焼きタコせんべいですかね。タコが、おー、綺麗にぺっしゃんこに。お待たせしました。すいません、ありがとうございます。あ、大きい。薄いんですけど熱々なんですよね。いただきます。あ、パリパリ、うん、香ばしい、おいしい、うん、今日はずっと来たかった水族館にやってきました。今から入っていきますよ。水槽がこれですよ、これ。うわー、海の中に入ったみたい。私小さい頃光り物が好きで、イワシの大群を見た時に、わー美味しそうって言ってしまって、母にそういうこと大きな声で言わないのって怒られました。でも美味しそうだな。祖父が釣りが好きだったので、お魚の話をする機会が多くて、祖父に、メリちゃん、金目の尻尾はって聞いて、私がチョキって答えるみたいな、本当にチョキみたいな形してるんですよね。なんかそういう魚の英才教育を受けて育ったので、魚見るのも食べるのも好きなんですよね。あ、来た、おはよう。あ、また来た2匹来ちゃった可愛くて美味しそうで楽しいです。あ、いましたよ、クラゲちゃんです。
神秘的ですね。癒される。あ、これちょっと待って、足長いここまでたくさんいると圧巻だなこれところどころ足が絡んでるのがいるのがかわいいどうするんだろう後で出た出た、チンアナゴはもうちっちゃい頃大好きで絵も描いてたな。オレンジ色のがニシキアナゴで白いのがチンアナゴ。へえ、ニシキアナゴって初めて見た。かわいいな。あ、ちょっとお辞儀してる、もしかして。あ、かわいい。あ、え、なんか、え、喋ってない、これ。チンアナゴとニシキアナゴで喋ってないですか、これ。かわいい。あ、あ、これか、風船魚ちゃん。これ、今日これ見たかったんですよ。うわー、これ、かわいい。こっち向いてる。びっくりした、これ今岩の出っ張りなのかと一瞬思ったら全部風船になっちゃう。プルプルしながら泳いでかわいい泳ぐとこんな感じなんだ。くっついてるのもかわいいけど、あ、またプルプルしていました。かわいい。なんだこりゃ、こんなの見たことない。これ今日見られてよかった。やっぱり江ノ島といえばシラスですよね。これ泳いでるけど新鮮だなって思っちゃいますね。うわー、美味しそう。丼になる寸前。かわいいなこれ。このお目目がこっち向いてきたらもう食べられないですよでも美味しそう。お魚を見てきたところで、次はお魚を食べたいということで、こんにちは、お邪魔します。あ、見てください、江ノ島が目の前に、海も船も目の前。あ、美味しそう。あ、シラス、さっき見たシラス美味しそうだったな。ここのシラスはこの辺りで取れた。そうですね、相模湾で取れたシラスですね。新江ノ島水族館のシラスじゃないですねあ、お待たせいたしました。ありがとうございます。美味しそう。このスープの色、濃い。食べたことない味。うわー、なんかお魚のすべてがこう凝縮されてるみたいな。あ、もうなんか何口も飲みたくなりますね。じゃあこれをクルトンみたいなイメージで食べるそうなので、パリパリ割って、ちょっとこれ、あ、おいしい。うん、これあれだ、あのお酒と合うパターンのです。小さい頃は本当に親が目を離した隙にバクバクバクって食べて、姉ちゃんもぐもぐちゃんとするのよって言って、私がなんかもう食べた後にもぐもぐとか言ってごまかして口に入ってないのにもぐもぐしないのって言われてました。今はゆっくり食べることを意識するようにしています。うん、あ、合いますね、この食感が。
ルのフライト朝どれの生しらすですね。はい、やっぱりこっち向いてるんですよね、目が。さっき見たこのキラキラのお目目がね、いますよ。ごめんね、いただきます。ですよ、口の中でこう弾け飛ぶのが分かります。お目目がこっち向いてることはもう忘れました。おいしい、最高。ごちそうさまでした。お魚だらけの。こっちが近道と聞いているのでこっちで行きますが、なかなかの角度ちょっとなんか見てください、この先怖い感じ怖がりなので普段はちょっとでも怖いところは一人で行かないですし、シャンプーとかしてる時も怖いです。背後が怖い、道がだいぶ怖いんですよね。あれ、あ、海が広大。あ、ここから抜けてきたと思えないような、綺麗。やっほー、ここから町？あ、出てきちゃった、出てきちゃった。将棋を始めたのは幼稚園の春休みに本屋さんに行ってたまたま将棋の本を見つけたのがきっかけです。将棋と学業があるともうそれだけで生活を追われてしまって、青春みたいなものはなく、多分自分の同年代の人よりも知らないことが多いので、八方睨みの亀がこっちを見てます。これどこから見て、あ、こちらに動くと視線が動くんですよね。動いてるように見えますね。うわ、本当に見える。これに見られながらちょっとお参りをします。どんどん海が近づいてきてますよ。稚児ヶ淵、岩場の海岸ですね。わあ、遠くで岩の上で釣りしてる人もいますね。将棋をやっていたり、あと学生時代テレビに出演していたこともあって、どうしてもこう以前のイメージが視聴者の皆さんの頭に残っていて、で研修中にも先輩に言われたんですけれども、もう以前のイメージが残っているからこそ、あのしっかりアナウンサーとしての技術を磨いているのにアナウンサーとして見てもらえない、なんとなくその前のイメージがついているから。もちろん名前を知ってもらえているっていうことはすぐ、あ、この人かって分かるということはプラスにはなるけれども、かえって足を引っ張るかもしれないというふうに言われたことがあって、なので1年目とかはアナウンサーになったんですよという感じを意識した方がいいのかなと思いながら探り探りやってましたね。でもこれからちょっとずつ自分らしさを出していけたらバン
ンって出すんじゃなくてちょっとずつ出すようにしなさいと言われていて、自分では当たり前のことなのでちょっとっていうのは難しいんですけど頑張ります。わあ気持ちいい、海風と波の音が気持ちいいですね。もう何から何まで本当に楽しかったですね。もうなんかいろんなお魚の顔が頭に浮かびますけど食べたお魚も見たお魚もいやー可愛かったし綺麗だったし美味しかったですね。最高でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。フジアナチャンネルでは今後もさまざまな動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。